こんにちは、こんばんは。ゲーム動画月光です。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビッター始めていきたいと思います。前回ですね、サセボドックスに比較を取ってしまいました。今回のエルダルド欧州は4位、なかなか上位のチームです。いますよ、大阪には参拝してけど、他の3チームにはしっかり勝ってます。きっちりここは勝っていきたいと思います。というわけで、そんなに強くない宮田が強いです。ストップ3とめちゃくちゃもう攻めるチームですよね、ここ。なんかもういいキーパーだったね。このくらいでいきましょう。さあ、アウェイで戦います。欧州ハットスタジアム。スタンダー入ってますね。このゲームってホームの場所って指定できたか。これはいけません。嘘だろ、いきなり宮田の落ちた。なんか頭が上がらない。これは痛い。あ、イエローカードか。イリカイエローカード。難しいです。大きな戦力ダウンですね。狙ってやったことじゃないからな。さあ、そのエリカが前進。これはファールだ。さあ、チャンスかな。7個あとキック力が弱かった。それ抜けられないだろうな。なかなか壁がすごいな。燃えてます、エルダード欧州。ん？おっと、これはちょっとやばい。夏希が後半だ。やっぱりなかなか強いチームですからね。決定力は落ちたでしょうが、まあ、その圧力っていうのはすごいものがある。さあ、ミオが上がっていきます。ん？どこにいるんだ。ちょっと届かないだろう、これは。守備も高い。ん？チャンス、エリカ。キーパー正面だった。ダッシュダメだ。ボールをしっかりキープしていきたいところ、キープしてほしいところです。早からナイス。千葉、ちょっとエリカがどうした。大丈夫か。おっと、いいところでボール取られ。7個、危なかった今のは。だが、うまく防ぎました。おっと、またピンチ。ここは救いました。守備もなかなか頑張ってます。今回に関しては守備にかかるんじゃないでしょうか。オフサイドですね。出し抜いたつもりでしょうけど、その辺はうまくいきません。まあ、両チーム、得点がありませんね。オフサイドか、その前に。ラシドを見ています。フロードはそんなに両チーム変わらないですね。ここに行きたい。おっと、危ない。おお、前半最大のピンチでした。アディショナルタイムは3分。終わるな。さあ、ラスト。これが本当のラスト攻撃だ。コーナーキック点取れますからね、コーナーキックって。入った。前半終了直前。カルチョビット、特有のコーナーキックからのエリカのシュート。前半終了です。さあ、疲れですね。エリカが止まってる。エリカ、もうエリカでいいかな。やっぱり後ろが疲れてますね。
回、マナミ行かよ。ここはちょっと様子見た方がいいかな。まあ、ミオに変えよう。もう一人はちょっとエリカにするか、ミオにするか、様子を見たいと思います。あ、じゃあ、チャレンジ投票もありますからね。さあ、はい、こう、ボールがエリカに。ちょっとやっぱりキック力が弱い。この辺のボール渡しも、ね、取りました。ちょっと相手が疲れているかな。しっかりいいか渡しました。ちょっとこれは厳しい、角度的に厳しい。こちらボールをスローインです。中央中段を変えよう。いいかな。ここの互角ですね。これ交代枠を使い切ります。エルダーオーシュも選手を変えてきました。2点差以上になると攻撃的布陣になるんでね。早く2点目を取って安心したい。危ない。おーと、バーに救われました。まだピンチは続く。7個食らいついてきますよね。この底力はどっから出てるんだ。運動量が高い。おっとエリカ左に反らしてしまった。さあ、まもなく残り20分となります。ジャボールはスローインです。ここに緑が待っているが、うまくいかない。緑あんまり動いてないですからね。ちょっともったいない。さあ、全身全霊の守備ですよね。攻撃ですね。エリカかなり疲れている。他の選手は上がってきてもいいんじゃないか。ここで7個1対1になった。コーナーキック、まあチャンスは続きます。そう、7個が蹴ります。ちょっとこ攻撃は悪い。残り時間あと3分ですが、まだ予断を許しません。さあ、アディショナルタイム1分です。おっと、まともに攻められず試合終了。クランカリバーズ1対0でエルガード王子を下しました。いきなりこれですよ、大事件が起こった。残す試合となりそうです。また上悪い試合ではありますよね。これが結局呼び水となりました。この試合唯一の得点、エリカがヘディングにつきました。この試合エリカが大活躍しますね。仕事がいまいち正確性に欠ける部分がある。かといって緑がほとんど出番なかった。これ危なかった。このバーを本当に何度も救われました。運が良かった。これは残念。もうほとんど時間がない時期でした。まあチャンスはついたんですが、そこも決められず、結果的にエルガード王州結構バテてますね。シュート枠内本数と我々の方が上でしたが、その突進力っていうのはエルガード王州脅威ですね。課題を追加。
またこれで首位になりました。今瀬大阪と並ぶ勝ち点12、筑波仲間3位に落ちましたね。筑波仲間は負けたってことか。これもう佐世保ドークス、この試合分かって2勝目上げてるんですね。ですね、いよいよアジアチャレンジトロフィーが開始されます。バラーマンディ、まあ、やっぱり強いですよね、アジアチャレンジトロフィー出るチームって。多少これは強くない、まあ一番強いチームから当たるってことですよね。ここで勝てば、まあ、引き分けでもいいんですが、残り2勝すればできるでしょ。2勝、アジアチャレンジトロフィーですね。決勝トーナメント決勝戦に出るかもしれません。とにかく5月の3週までは忙しい。そのハードスケジュールの中をうまく選手いないですね。さあ、これでですね、最初の5戦を終わりまして4勝1敗、得失点差でリマッセ大阪を上回り首位です。この勢いで、確実に試合を取っていきましょう。そしてアジアチャレンジトロフィー強敵バラマンディないように頑張ってほしいところです。選手を信じておりますというわけで、今回は以上になります。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。カルチョビットはこれまで記録した300本以上の動画プレイリストに載せております。説明欄にアドレス記載してます。またブログツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレスを記載しております。私のチャンネルではですね、配信もやっております。ツイッターにフォローしていただくと配信のお知らせですね、届くようになっております。ぜひフォローお願いします。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。